それでは続いてセーラームーンの主題歌、ムーンライト伝説の替え歌です。こけしねなすびじゃなくって見てもないのに言い当てる、あそこ内部はずっと敏感、使いすぎなのかしら、吐きたくなるような口臭、股間も白髪が密集、若い子つけると言われたのにババアがやってきた、マクログロテスク。ふざけんなよ、何が18歳未経験だよ、俺のお母さんより年上じゃねえか、たくよ。まあ個人的にはありっちゃありだけど。ババアまでいけちゃう彦勝さん、見習いたいです。そんだけつべこべ言わずにチャンネル登録の方よろしくです。あ、どうもね、サブチャンネルの方にはね、この曲のカラオケをアップしておくのでね、みんな替え歌を練習したりね、オリジナルの替え歌を作ったりしてみてね。五輪中すごい対比で逆さまバランス。